無人島に一つ持っていくなら何を持っていきますか。僕は今回釣り具にしました。はあ、やべえ、めちゃくちゃ雨だ。うわ、これちょっと入ってるな。やべえやべえやべえ、これ絶対雨めっちゃ入ってるやん。これを入れていくと、おお。いただきます。明日の昼過ぎぐらいまでこの無人島で生活します。はい、では皆さんおやすみなさい。事件です。寒い最後の夜にしてめちゃめちゃ寒い。毛布が欲しいけどないので、もう今日は耐えて越すしかないですね。こんな時はね、腕立て伏せに限ります。ちょっと画面から来て何も映んないけど、太陽を浴びていくと、太陽と高いうちまた寝つけたらいいな。おはようございます。無人島最終日です。空が明るくなってきました。今日は多分快晴だわ。雲ちょっとなくて、あ、雲ちょっとあった。せっかくなんで今日は朝日を、日の出か、日の出を見に行きたいと思います。昨日の夜はさ、初めて雨も降らず一夜が明けました。なんだけどめちゃくちゃ寒くて、途中で何回も起きて腕立てとかして体温めてました。日に向かって防波堤のところまで来ました。空の明るさからして多分太陽はその辺からだと思うんだよね。あそこが一番明るいとする。いやー、幻想的じゃない。なんか始まりが晴れだったらいいなと思ったけど、最終日が晴れでちょっと気持ちよく迎えられるのも嬉しいな。綺麗、めっちゃ、ほらすごい幻想的な、めちゃくちゃいい。よし、じゃあ今度無人島に一緒に来たメンバーと朝日見たいと思います。結局めっちゃのんびりしちゃった。朝日見ながら1時間、フルで1時間半ぐらいかな、最初から最後まで。もう日昇ってるのになんかすげえ気持ちよくて、太陽がゆっくりしてました。あと今日はね、船が迎えに来てくださる予定なので、ちょっとその前に、うお、びっくりした、カニ。めっちゃ急いでる。大丈夫だよ、食べないから。あの船がね、迎えに来てくださるので、ちょっとそれまでに余裕を持って片付けもしておきたいなと思います。拠点とかね、このままにしておくわけにはいかないので、はい、ちょっと余裕を持って片付けていきたいと思います。いや、なんか自分が作ったものがちょっとなんか逆に寂しいね。大した拠点じゃないけどさ、帰ったらなんか食べたいな。こういう島で拾ったペットボトルとかね、ずっと使ってたこういうフライパンとかもちゃんとまとめたいと思います。ビーチクリーンならぬ島クリーンですね。アイランドクリーン。一応ストックで溜めておいた雨水、あと水たまりの水か、この辺は結局飲まなかった、使わなかったね。フライパンに溜まった雨水でなんとかやってくれました。ゴミ袋に移っていきます。ここでね、寝てて、まあでも3日間、3泊か。で、合計多分寝れたの7時間ぐらいかな。毎回1時間ごとに起きてとかで、初日は1時間しか寝れなかったし。よいしょ、うん、という3泊4日の無人島生活でした。かゆい、足がかゆい。いや、なんか想像してたよりやっぱね、大変でした。天候に左右されたりとか、雨降っちゃって最終的にね、自分のこう、手で、自力で火起こしができず、ファイヤースターターね、使っちゃって、釣りも、サビキでは釣れたんだけど、ちょっと餌を撒いて釣るやつ。それ以外、ルアー使ったりだとか、貝とかあれば、その貝を針につけてね、釣りとか試せたんだけど、だからなかなかそういう形でもできず、反省点、改善点、ありな無人島生活でした。まあでもやってみてよかったかな。なんかさ、またこれから気づくこともあると思うんだけど、やっぱ
っぱりこう蛇口ひねったら水が出てそれを飲めるとか、食べたい時にご飯を食べれるとか、蚊とかね、なんかそういう周りの生き物とかから守られた状態で寝れるとか、なんかそういうことへのありがたみがこれまで以上にまた感じられそうです。まあどうせ3日もすればまたなんかそういう日常が当たり前になっちゃうのかもしれないけど、一回ねそういう気持ちになれるっていうのはやってみてよかったかなと思いました。でまたやりたいなと思ってます。ここもっとできるようになりたいなみたいなことを、はい、もう一度勉強し直してサバイバル技術、サバイバルスキルか、勉強し直してまたチャレンジしたいなと思っています。いやでも楽しかった。動画撮ってる時とかもちょっとお腹空いちゃったりとか体力切れちゃったりして元気ない時もあったと思うんですよ。まあ、それにもかかわらずこうやって最後まで見ていただいて皆さんありがとうございました。今は船を待ってます。帰りの船、最後整備というか現状復帰みたいな形して、はい、戻りたいなと思っています、友人島へ。一旦ここで区切りますが、これが僕の無人島生活でした。またあの他の動画も見ていただけたら嬉しいです。楽しかった。みんなはさ、もし無人島に一つ持っていくとしたら何持っていくの？